はい。どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、サバカやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、今日は何をするかと言いますと、まあ、今回はね、まあ、ちょうど今日が6月21日ということで、ちょうどね、まあ、あの、エンブレムが終わった日になりますので、こちらの累計開封をやっていきたいのと、まあ、あと無料ガチャね、っかれてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。 はい。ということで、エンブレムゲッターね、まあ、こっちのアカウントもちょこちょこやってまして、まあ、特攻とかは特になかったものの、まあ、なんとかね、戦以内には滑り込んで、宮選手獲得チャレンジを、まあ、できるとこまでは持っていきました。で、ちなみに、まあエンブレムゲッターでね、溜まったガチャ券ですが、なんと42枚、貯まりましたね。うん、まあ、これはね、まあ、美味しいですよね。で、しかも、次のイベントがアディチャレということで、これはね、カンストしそうな感じするね。うん、まあ、こっちのアカウントもアディチャレ当然めちゃくちゃやるんで、 ま、どれぐらいやれるかちょっとわかんないですけど、メインほどやれるかわかんないけど、まあ、サーバーかもしっかりやるんでね。まあ、そういった意味ではめちゃくちゃ、まあ、ね、あの、大きな周回になるんじゃないかなと、個人的には思ってますので、まあ、しっかりと貯めてね、ま、カンストはおそらくすると思うんで、次の28日のね、開封めちゃくちゃ楽しみなんですけど、はい、ということで、まあ、今回はですね、まあ、その中で無料ガチャと、えー、あの、エンブレムのね、報酬でやっていきたいと思いますが、まあ、一応ね、ちょっと受け取り、じゃあいきますか。 はい。ということで、824位ね。はい。なかなか、なかなか来てましたね。まあ、これはちょこちょこ見ながらやってましたけど、僕も。はい。ということで、85時フォーカス券ね、ゲットしたので、ここから狙っていくのと、あと無料ガチャね。はい。しっかり引いていきたいと思います。さあ、ということで、えー、ここからでもね、前選手、あ、前選手じゃない、宮選手狙えるので、欲しいですけど、まあ、でも、とりあえず、ま、無料なんでね。まあ、にじけてくれてありがたいですけど、まあ、色にじけたらラッキーかなぐらいで、まあ、サクッと引いていきたいと思います。 おあるじゃんあるじゃんえ、キラーじゃんしかもえキラーじゃん <laughs> えまあ、ミア選手はちなみに多分ね、僕ね、キラー持ってんのかなサブアーカー。持ってないかもしんないね。持ってなかったらまあキラーで嬉しいですけど。さあ、フォーカス85以上、キラーが確定しました。誰ですかねちょっと待って、ちょっと。ちょっと緊張するなキラーか。マジか。 やっぱメインよりサブの方がやっぱうん、強いんだね。そう考えると。あ、1枚だ。うわー、これね、難しいね。86でも全然いいですよ。86でもいいんだけど、キラーだったら全然上振れてもいいね。うん、全然上振れてもいいんですけど。じゃあ行きましょうか。さあ誰だあきすぎ行きす<過>ぎヘナン選手ね。はい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 。 めっちゃ光って見えるな。うん。<laughs> めっちゃ光ってる。うん。まあちなみにね、スキル構成、空中戦の支配者、ハードタックル、パスカットなんで、まあ全然ダメなわけじゃないですが、まあ仕上がってなんぼかな。まあモナセンリフィあるんでね、まあ他の選手とか仕上がれば面白いですけどね。うん。まあ、ただ中盤ちょっとね、アビスパジンで間に合ってるんでね。うん。まあ一応残しは残すかもしんないですが、キラなんでね。はい、ということで、ちょっと使う予定は今んところないかな、という感じですね。 いやー、ちょっとね、難しかったね、今のはね。うん。<laughs> キラー出たんでね。はい。さあ、ということで。じゃあ、やりますか。はい。まあ、今日は短い動画になると思いますけど。じゃあ、こっちで結局宮ア選手引けばいいんでね。でも、キラーなかったらあっちで引きときたかったね、正直ね。ということで、じゃあ、85以上フォーカス系いきたいと思います。お願いします。さあ、いやー、これ86欲しいね。 いやー、86でいいんすよ。86で。じゃあ行きましょう。いや、6でいいんだよ、6で。6個お願いします、6で。6でいいんですお願いします、6でいいです。もう6以外何もいらない。6以外いらない。きたうわーサブアカも。サブアカも、マジよ、高い選手の呪いにかかってる。 マジかよ、来たと思ったよ、今、めちゃくちゃ、マジでよ。<laughs> いやー、高い選手は、いや、悪くないっすよ。悪くないんだけど、やっぱりね。なんでまた外すよ。いや、悔しいって、マジか。ちょっと待ってくれよ。<laughs> マジかよ。こっちも呪われてない、ちょっと。うん。 どうしたうん。6引いてんのに当たんないのが一番精神的にきついんだよね。うん。6当たってんのに。<laughs> 6当たってるじゃん。うん。らお気に入り比べてもそんな溜まってないしね。はい。まあ、残念ながら引くほど溜まってないので。てか、今引いてもね、小田線引いた時にちょっと微妙な感じになるんで、今引くメリットがないので、これはさすがにちょっと今回は、ま、引けないかな。はい。ということで、なんでよ <laughs> なんでそうなるよ。マジでよ。いや、きついね。うん。というときの、まあ、ミキサーが一応あるんですよ。<laughs> 一応、ミキサーじゃ、やっときますか。まあ、キャンプの特攻でありますけど。まあ、大丈夫でしょう。いやー、マシか。ちょっと待ってよ。欲しかったよ。おばば選手かけちゃっていいのかな。でも、6種類でいきたいっすね。ちょっと待って、6種類でいけるのか。これ6種類あるよね。 ま、これで行きますか。ミキサーね、一発ね。うん。いやー、ちょっと悔しいね。うん。ちょっとここでもう一チャンスください。お願いします。いや、もう一回チャンスくれ。<laughs> チャンスをください、神様。お願いします。いやー、くれないのか。いや、もう一回くらい行けそうですけどね、ミキサーね。<laughs> いやー、きついって。 まじかよ。西田選手ね。はい。もう一回いけるんじゃないもう一回。うん。あ、いけそうっすね。もう一回ね。でもこれあれだな。あー、ちょっと待って。もうどうしようかな。特攻変わるんっけ。まあ、一応残しとくか。80以上。まあ、これでいきますか。じゃあ。さあ、ラストミキサーいきましょう。お願いします。 いやー、二次決定。とりあえず二次決定。ハラハラさせてくれ。頼む。お願いします。ミキサー様。ミキサーの神様お願いします。なんで隣よ。<laughs> もう、なんで86のジクラブ当たんねえんだよ。きついって。安部選手ね。はい。ということで、我々、我の挑戦終わりました。でもまあ、まあ一応、まあ宮選手はまあ別に、 まあ、排出期間はまだあるんでね。まあ、同席もまった6月28日に開封するので、まあね、前期の小田選手はまあ取れてるんで、まあ、ここ無理するところじゃないんで、またサバーカーしっかりと、えー、まあね、ハィチャレ頑張ってやっていきたいと思いますので、まあ、ぜひよかったらね、えー、皆さんも一緒にね、今日配信よりやると思うんで、ぜひ一緒にやりましょう。ということで、はい、ついてないですね。運があるのかないのかいまいちわかりませんが、じゃあ、ここで、えー、サバーカーは終了とさせていただきます。じゃあ、 また次の28日かなサバーカーね。おそらく開封来るときにまたやりますのでよろしくお願いします。じゃあ、えー、この辺で今日は失礼します。お疲れ様。バイバイ。